こんにちは、サイエントークのレント。エエマです。サイエントークは科学系や国際系の話題など今気になっていることについて語るラジオ番組です。よろしくお願いします。よろししくお願いします、えー。前回言語の話をして、うん、まあ終わったと思うんですけど実際まあ英語は世界中のまあ話しているスピーカーの人 は大体13億人ぐらいで,で全世界のまあ大体20%ぐらいっていう話をしたと思うんだけどで俺はちょっとふと思ったわけよその20%って少ないからもうちょっと多い言語を作ろうとするやつは絶対いるんじゃないかと思ってでそういう人工的に誰でも分かるような言葉を作ろうって っていう取り組みないかなと思って見たらあったんで、うん、ちょっとその話をしよっかなって思います。うんうん、で、ちょっとこれを全然知ら不勉強で知らなかったんだけど、エスペラント語っていう人工言語があるんだよね。うん、うん、なんかあるよね。え <laughs>、知ってんの？え、知ってるよ。え、何で知ってるんだっけ？え、なんだろう、なんかどっか。 確か大学の英語の授業でなんか取り扱ったかなそれかもしかしたら大学受験の国語の読解文の時になんかあったかもしれないから、はい、まあそんな感じで結構ひょんなことから知ったへえすげえな全然知らなくてでまあちょっとエスペラント語のじゃあ紹介を若干しようかなでこれは1887年ぐらいにできてる 結構古い,古いのか、まあ、言語としては新しいけど、まあ、意外と昔にからやられてるなっていうのがあってでちょっとウィキペディアにエスペラントっていうやつがあるからちょっとそれとかで見てみると、まあ、話してる人が100万人から200万人ぐらいいるらしくってえ意外と多いそう。意外と多くて えマジかよって思ったのがこれを母語話者って書いてるのが200人から2000人いるって書いてるんだよね <laughs> ここ。母語話者でっていうことはそうそうお母さんがエスペラント語しか喋らなくって赤ちゃんの時からエスペラント語しか聞いてなくてそれは母語として認識してるってことやんなそうそうだからいや結構これすげえなと思っていや人工原稿をも母語として話してる人がい,いるんだと思ってちょっと俺 ちょっと認識遅れてたわと思ってすごい反省したんだけどこれ考えた人がえー、っと当時ロシアの領土だったポーランドの、うん、まあユダヤ人の眼界らしくってちょっと全く意味が分かんないんだけど <laughs> なぜか眼界眼医のこうラザロ・ルドビコ・ザメンホフっていう人が <laughs> そのせ世界のあらゆる人が簡単に学ぶことができて、まあ、すでに世界中で使われている言葉に、まあ、変わるような、えー、その補助としての言語を作ろうっていうので年に発表したとそこからなんか、まあ、エス日本にも日本エスペラント語協会みたいなのがちょっと出てきて。 衝撃を受けたんだけど、いあっ、いるんだ、やっぱりと思って。<laughs> で、それ、そういうのが多分。日本人でもエスペラント語喋ったり、読んだり書いたりできる人がいるいや、いるんじゃないだから、こういうウェブページが存在してるから、おおと思って。で、多分それがいろんな国に点在したりしてて、エスペラント語を喋る人が、だからそれで100万人ぐらいはいるだろうっていうふうには言われてる。 でもさその眼界のさ人を動かす力すごくないだって全くさ言語と関係ない職業をしてて急に世界で共通の新しい簡単な言語を作り出すって言ってさ広めてさ<う>今はもう母ゴ話ワが200から2000人いて各国に教会が立ってるってい,ういやマジでね <laughs> 相当カリ,カリスマ的なそうこのザメ, <laughs> ザメンホフさんは結構すごいなと思っててそうでこの人結構 まあ多分自分が困ってたからっていうのがあったらしくって作った理由としてはラテン語をまあ当時はその多分ロシア領とかでロシア語とかって全然違うわけじゃない英語とかとでその言語問題っていうのが結構あったらしくってやっぱ国によって全然使われてる文字とか言葉が違いすぎてコミュニケーションがやっぱ取れないっていう問題が。 あった時にそのラテン語もっと昔に使われてた言葉を復,復活させてそれが言語問題を解決される策になるんじゃないかっていうのがなんかこの1880年ぐらいの当時なったらしいんだけど実際にこのザメンホフさんはラテン語を勉強してあむずってなったらしいのよ。なんかめちゃめちゃ複雑だなっていう。 で英語も学んでるんだよ、このザメンホフさん、一応。で、うん、まあただそれも結構格の変化とか、その動詞の認証変化とかもあるじゃないいろいろ。動詞に S つけるとか、うん、そういうのをもっと省略して、うん、なんかもっと簡単に使える単語作ろうっていうことで、最初に着想したらしいんだよね。うん、まあそこで自分で作っちゃおうって思ったのがマジですごいなって思うんだけど。 えなんかさそれはさ既にある言語を簡略化する方向で作ったのか、うん、それとも全くゼロベースで作ったのかどっちなんだろうあでもねベースは文字としては結局ラテン文字使ってるから簡略化っていう方向に向かってると思うあ,<ー>あの1から文字から全部作ったっていうわけじゃなくて、うん、今ある,る、ね、そう単語を、まあ、よりシンプルに していこうっていう方向性でまあ一番最初作っているアルファベットは同じアルファベットを使って単語も今ある単語を簡略化する方向に、うん、まあでもね結構新しい単語なんかね似てる英語っぽいなっていう単語もあるんだけどちょっとあとで実例みたいなのちょっと紹介しようかなって思うんだけどなんかねまあオリジナルの表現も結構あるけどまあ似てる単語もあるって感じ。 これ結構すごくてそのザメンホフが最初にそれでそれを自分で作って本にして、うん、でその文法書と単語集を作って発表してるんだよね <laughs> 俺もこの人結構変態だなと思うんだけどそう,そうそうそうだいぶなんか <laughs>「この人本当に眼科医なの?」っていう。<laughs> いやわかんない本業全然 <laughs> 全然わかんないんだけど <laughs> いや新しい言語考えてたら絶対本業する時間ないよそうそうそうで <laughs> でなんかど,どうやって広まったというかそれを、まあ、なんか同級生たちとかになんか教えたらしくて最初にでそっから6年間ぐらいなんかいろんな文学作品とかをエスペラント語にして だから当時のシェイクスピアとかの作品とか、うん、あの、旧約聖書とかをエスペラント語に翻訳して、まあどん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 言語をアップデートしていってるっていうのがあるんだよね、うん、<laughs> で、そこで、まあ大体それでエスペラント語の基礎が完成して、うん、で、まあその本が出たっていう、その完成したよっていう、 のがまあ最初の本っていう意味のウヌア・うぬリブロっていうエスペラント語の本を出してっていう感じなんだよね、うん、それって全部一人でやったんかなそれともちょっとプロジェクトみたいな感じでさ、うん、何人かと協力しながら作ったんかなさすがに協力しながらやらなきゃ難しそう だよね、いや難しいと思う単語とかもさ、いっぱいいろんな自分が思いつかないような単語とかもあ、そうそうあこれカバーしなかったとか、うん、そういうの指摘してくれる人いなきゃ無理やな。で、なんかね、一応、記録だと、この同級生たちを教えて、その同級生がけ、うん、なんか、後のエスペランティストになってるから、<laughs> なんか、多分影響されて、一緒にやったんだと思うね。<laughs> で、そこから徐々にこのエスペランティストの輪が。 広がっていってなんか雑誌とかも出てて1900年ぐらいになそれは眼界の人を動か,しからすって感じそうそうでそれがさ最初ロシアとか東ヨーロッパでまあなんかちょっとずつ支持してる人が増えたらしいんだけどそっから西ヨーロッパ行ってアメリカまで伝わって、うん、でアジアにも広がってで日本は1906年にもう伝わってる日本まで。すごい 約100年前かそう日本これもねなんか日本人のね双葉亭氏名っていう人がなんか、ね、日本の小説家らしいんだけどこの人がそのエスペラント語を知って、うん、で日本で初めてのエスペラント語の教科書を書いてるへえー、で世界語っていう名前の日本語で書かれたエスペラント語の教科書が、うん 出版されてるだからめちゃめちゃすごい速さで広まってるねこれすごいね当時別にインターネットとかあったわけじゃない、ね、そうそうそう,そうで1904年には国際会議まで開かれてる <laughs> あれもうその時その眼科医はもうお亡くなりになってる眼科の人ああザメンホフさんはあ生きてる生きてる1917年まで あの生きてるから、まあ、国際大会とかも、まあ、もちろんいたんじゃないかねでこの国際第一回世界エスペラント大会っていうのが開かれてて、うん、このなんかそこでエスペラント語はこの最初の,このザメンホフさんが書いた出版したこの「エスペラント語の基礎」っていう本から変えちゃダメだよっていう宣言を出してで。<laughs> んかその宗教的な広がりをしてたかもしれない<々>もしかしたらでまあそこで世界大会で、まあ、いろんなその土地とかに特有なものとかもあるわけだから、まあ、そういうのをどんどんエスペラント語として、まあ、採用していったっていう感じいやでもさ、うん、それは会社なの会社どうやって 利益を得るっていうかさ国際会議もするためにはやっぱりお金必要じゃん、うん、どうやって成り立ってるやろ確かにねお金あと何を目的にしてるんやろうないや目的はやっぱコミュニケーションを取ろうっていうのがいベースにはあると思うんだけど、はい、いやわかんないこれ結構狂気というか,なんか <laughs> <器>ちょっとすごいなってい<や>だって 第1回のさエスペラント大会33の国から688人が参加したって書いてるね、うんねもうなんかそんなにすごいなっていうちょっとすごすぎるねなんか日,本日本エスペラント協会のホームページとか見て、うん、私も国際会議行きたくなるかどうかっていうのをちょっと確かめて <laughs> それぐらい影響力あるような言葉力強い言葉でなんか書かれてたらもしかしたら行きたくなるのかなっていや思ったりちっなんかちょっとそこに興味があるかもんか <laughs> どうしてこんなに広がるのかっていう、うん、なんか当時なんか熱狂する何かがあったんじゃないかなでもうこれき結構行くとこまで行っててこの言語この国際連盟って、うん、あんまあ、今国際連合だけど 当時の国際連盟で本格的に言語としてエスペラント語を認めようみたいな動きもあったらしいんだけど、うん、ちゃっかり日本のニトベイナゾーっているじゃんあの人もちゃっかりそれに賛同したりしてるんだけど <laughs> なんか <laughs> いやだけどなんか結局そのいろいろ国同士の争いとかもあってなんかフランスとかが結構 反対したみたみいなフランス当時その英語とかもう国際語として、まあ、どの言葉が国際語として使われるかっていう国国、まあ、国際語語の地位っっててやっぱり母国語にななととなるるととし強くわけじゃない、うん、まあそういうのがあってエスペラント語が新たな脅威になるんじゃないかっていうのでめちゃめちゃ反対して結局その国際連盟の言語の,その認定には至らなかったらしいんだけど、まあ、そのフランスが怯えるぐらいの言語にあってる。<laughs> <laughs> すごいえ。しかもフランスだけなのもしフランスが OK って言ってたら、今頃もしかしたらさ、うん、エスペラント語がめっちゃ本当に国際共通言語みたいになってた。いやーね、なんかね、イギリスとかはさん、イギリスとか日本とかは割と賛同してたらしいんだけど。へえ。え、ね、でもじゃあ、英語よりも簡単なんかな英語って割とシンプルじゃん、他の言語に比べて。まあそうだね。いや、わかんない。どれぐらいシンプルなのか 日本語とかよりはシンプルだとは思うけどうんかなん,かなんかどういう系統の言語でどういうところがシンプルなのかっていうところはちょっと具体的に見てみたいなってっ、うん、いやこれねいろいろネット上に単語とか文法とかいろいろ書いてるんだけどなんかね結局ねその語尾とか主格とか単数複数とかはあるんだけど。 結局ねそこそこ難しいんじゃね<る>って俺はなんか思ったよね <laughs> 結局そのな英語、うん、英語っぽくはないんかなっていう感じがしててやっぱロシア人の人が考えてることだし単数複数ってさ、うん、なんか日本語にないじゃんなくても普通に生活できてるからさあ<ー>なくてよくないって思うえでも単数複数な一人称で言うとさに 一人だと私で複数私たちみたいな。ああ、そういう区別は欲しいけど、でもその動詞にさ、S つくとかさ、三単元、三単元の S つくとかつかないとか、そういうのってさ、別にいいじゃんまあね、まあね。すぐでわかるんみたいな。ちなみに、エスペラント語で一人称は、私がみ。私たちがに。 トにみたいな、なんかそういう感じで、なんかちゃんと過去形とか未来形とかもなんか用意されてるから、まあ結構文法とかはしっかり作られてるなっていう印象があるね。なんか、うん、なんかいろんな言語が混ざってんのかなっていう感じはするけどね。ハローがサルートン。 サル,サルートンって言ったら「や」って言いました結構むずいんよおはようはボーナンマテーノでこんにちははボーナンターゴン、うん、こんばんははボーナンベスペーロンだ結構だからこれもうグッドモーニングとかグッドイブニングみたいな,なんかボ,ボーってさボーナンがまあグッドボンってグッド っあそうなんかな確かにフランス語っぽいなこれみたいなのが、まあ、オリジナルではって作られてるっていう感じかな、うん、ででその結局日本人がさっき言った人がそのエスペラン語の教科書書いてるぐらいだから日本語からエスペラント語になってるものとかも結構いっぱいあるわけよ <laughs> これ結構 俺は好きでじゃあ俺今からエスペラント語の単語言うから何の意味かちょっと当ててみてくれ、うんじゃあアイキードアイキドあそうアイキド <laughs> <laughs> マジでこんな感じなんよ <laughs> なるほどね漫画そう 漫画いいや、える必要なくないなんかさ、それ必要く逆にさ <laughs> 似てるやつが同じ意味であったらこんがらがりそうやけどな,なんか <laughs> いやこれねめっちゃウィキペディアのこの日本語由来のエスペラント単語面白いからなんか見てほしいんだけどいやあ,あと「腹黄色」<laughs> え「腹黒い」あー違う「腹黄色」だよ「腹黄色」えやわかんない「<laughs> 腹黄色」そう「腹黄色」 腹が黄色いああ<ー><何>そっちのね<腹>きそっちの黄色じゃなくて腹黄色は腹を切るっていう意味で切腹っていう意味らしいいやしら <laughs> <laughs> これやばくないなんか「お<腹>」尾で終わる感じなんそうなんかね全部ねほあでもたまに「お」じゃないのもあるけど大体「お」いいで終わってるなん<ー>うん 柔道とかさもう柔道でいいだろうみたいな <laughs> 確かになんかね「お」つけてるねカラオケ用とか、えー、着物はなんか分かる着物だななんか着物はまあまあやまあ多分着物でいいやんって思うけどな <laughs> いやこう発音のルール的にこうなっちゃってる可能性もあるけどいやなんかあの伸ばし棒をつけて「お」で終わるのがルールななそうい、うん、うのかな これだからすごいな言いたくなるというかな<る>言いたくならんああのーえー、<laughs> 割り箸っていうか箸は箸は,は,は,はーあー違うんだよね箸<え>は箸じゃなくて箸いおい箸い箸 <laughs> いじゃなくて箸いおい,い,おいこれはね <laughs> なんかね 複数形だと J がついて「おい」になる。「っぽい。で、橋箸って多分2本だから、橋、うん、おい。そうだからこれもだって、え、ちょっと箸、おい取ってみたいな言いたくならん、んいや、言ってください。寿司とかだったらさ、<ー>寿司、寿司よ。おー、正解、正解、寿司よ。 あもうちょっとエスペラント語マスターしてきたんじゃないの <laughs> はし寿司は寿司を。酒は酒を。交番は交番は書いてないな。なんかね、日本っぽい単語は結構。津波。津波。あ津波はね、あ、惜しい。あ惜しいっていうか。津波を。いや、違う。 つなあもつなあもんかポケモンみたいな <laughs> <laughs> いや確かにこれちょっと,<う>ちょっとポケモンにいそうだよね折り紙よとかあとサムラーよとかねサムライねサムラーよこういうそうこういうなんかあとこれ唯一ちょっと科学とつながってたなーっていう話が うん、このエスペラント語由来の細胞の名前があって、うん、あのベロ細胞っていう細胞があるんだけどこれけ、うん、結構使われる有,有名というか、うん、あのヒーラ細胞とかあるじゃん。知らんあヒーラ細胞知らんかなんかそういう細胞って結構いろいろ名前が付いてるんだけど、うん、ベ,ロベロ細胞っていうのがそのあえっ、ー、と猿の腎臓上皮細胞みたいな。うん 細胞なんだけどでこれ実際になんか薬理活性評価とかに使われたりすることもあるような細胞でこのベロ細胞のベロっていうのがエスペラント語らしくてでこの,このサルっていうのがアフリカ緑ルっていうサルなんだよねそのもともとの細胞腎臓の細胞なんだけどエスペラント語で緑の腎臓っていうのがベルダレーノっていう意味なる。 単語らしくてで、このベルダレーノを短くしてベロっていうのでベロ細胞っていう名前、ねうん、の。まあ、うん、誰がちょっと。いや。いや、知らなかった。あ,あの、<う>ベロ細胞の存在はしてたけど、この、そう、う繋がったん、ね、で、ね、なんか、で、な,なぜか、ベロってエスペラント語で真理っていう意味らしくて、あの真実みたいな。 ちょっとなんでこれをかけたのかわかんないけど説明のところには一応エスペラント語の真理を意味するベロをかけたものであるって書いててんでかけたのか <laughs> よくわかんないけど <laughs> あこれそか意外と身近にもエスペラント語ってあるのかもしれないなと思ってそうだね探したら意外とあるかもねそうそうそうエスペラント語由来の日本人に一番身近な単語ってなんかありそうなの、うん ね、なんかありそうよ、ね、だからちょっと日常でこれからちょっと使っていきたいなっていうのがあるよねやっぱいやどうぞ使ってくださいそうだから晩ご飯で俺一個いいなって思ったのがその「今日の晩ご飯は天ぷらちりめのうどんのを箸拾いで食べます」とかそういう「わかる <laughs> <laughs> 天ぷらをと寿司をあの箸で食べます」 ああ今のは、天ぷろちりめえのうどんのだから、<あ>天ぷらのちじれめん、ちぢれめんのうどんを、<じ> <laughs> そう。これね、なぜかちじれめんっていうのは、あの、ちりめえのっていう。ちりめんかと思って。ちりめえのっていうのが書いてるから、これはもう天ぷろのちりめえのうどんのを食べようってなるじゃん。っていうので、ちょっと、使っていこうかなって思った。<laughs> はい。 <laughs> まあちょっとリンが使うのをあの聞いて私も <laughs> <laughs> なれるわ <laughs> いやこれもう次回からの挨拶さつサルートンから始まってるかもしれないからそれは <laughs> <laughs> サルヤマイどいやちょっと滑りそうだからやんないけど <laughs> <laughs> <laughs>、はい、まあそういうエスペラント語の話でしたうん、うん ああじゃあえあええなんていうのエスペラント語でサレオナってなんて言うんだろうジスレビード。難しいな。ジスレビード。じゃあ、ジスレビード。ジスレビード。